川や運河が入り組む東京の南千住。水上交通の用路も子を持つ親にとっては頭痛の種。子どもの水死事故は東京だけで今年23人を出しています。南千住の母の会は夏休みを控えて安全対策の検討会。今年も危険な場所のパトロール強化を取り決め、一斉に出動しました。お母さんたちにとっては悩みの場所も、子どもたちには格好の遊び場となります。親たちの心配をよそに、この日も何組かの子どもたちの姿が見られました。こうしたパトロールは一年中続けられ、最近2年間南千住では子どもの水死事故が皆無となりました。警視庁の調査によると、都内だけで危険な場所は270箇所。忘れられがちな身の回りの危険へ大人たちの配慮が要求されます。